今日は全然深くアピールしてこないですね。みんな控えめになっている。激しい時は全方位から絶え間なく突きをしていきます。まもなく出発の時間になります。なんかもうガリッハレイコ。それではバスが動きます。ハサミのタバコの上でお願いいたします。今シンクリさんに安全確認してもらいます。あ、いいな、あれ好きだな。離れない水産は今飼育員さんがどけてくれます。そちらバス動きます。大きくバス揺れていきます。ご注意ください。大きくバス揺れます。続きましてクマに向かいます。クマさん、あ、クマさんいましたね。今エサバに向かおうとしております。クマさんエサバに向かおうとしています。さあ、エサバの中に入ります。クマさん来ましたら茶色のクッキーをお願いいたします。アイベーあなた、エサインビローブ、ディスワンアナダウンユンベルビロギュビロギュビロギュ。今も寝てるクマさんもいました。さあ、こちらでバスは止まります。さあ、クマさん来ましたら茶色のクッキーをお願いいたします。で、茶色のクッキー、そばからゾンビが狙ってきますのでご注意ください。茶色のクッキーあげ終わりましたらハサミエサ箱の上でお願いします。そうするとクマさん、他のお客様はゆっくり向かっていきます。あ、今もゾンビ狙ってきていますのでご注意ください。さあ、クマさんが来ていたらこちらのクッキー出すようお願いします。さあ、クマさんいないとお願いします。取られますのでご注意ください。さあ、今日いつもよりたくさんゾンビが狙ってきていますね。今2種類のクマさんがいます。今助手席側の方に胸に白い線が入っているクマさんがいます。こちらアメリカク、こちらヒマラヤグマといいます。スキナーグマと同じ種類になります。今助手席側にいる全身真っ黒のクマさんと運転席側にいる全身真っ黒のクマさん、これは同じ種類です。これはアメリカクロクマと言います。このアメリカクロクマ、プーさんのモデルになったクマさんです。大好物プーさんと同じ蜂蜜が大好物になります。今運転席側にいるこれは男の子になります。男の子はバンディ君になります。で、助手席側にいる左側にいるアメリカクロクマは女の子になります。こちらキキちゃんと言います。で、リットはヒマラヤグマがいます。これも男の子の H になります。で、バスのちょうど後ろの方に茶色の毛をしたクマさんが寝てますね。あちらの方になります。あちらも寝てるクマさんがいます。あの茶色の毛をしたクマさんは女の子になります。あちらキャリーちゃんになります。で、クマさんとても器用な動物です。木登りもできて泳ぐこともできます。来ましたらお肉全部お願いします。今飼育員さんがライオンさん連れてきてくれますので、ライオンさん来ましたらお肉お願いします。コンビニ取られますので、ご注意ください。今飼育員さんがこちら反対側の方を回してくれますので、ご注意ください。バイ。さあ、ライオンさんが来ましたらお肉を全部お願いいたします。ここにいるライオンは猫の仲間で他の動物になります。プライドと呼ばれますブレを作って生活をする動物です。さあ、助手席屋がちょっと深い、今少々お待ちくださいね。今こちら助手席側の方にもライオンさんを動かそうとしております。ライオンさんは完全な縦社会になります。まず強いライオンからご飯を食べに行きます。弱いライオンは強いライオンが満足した後にご飯を食べに行きます。先に弱いライオンさんは餌を食べに行こうとすると強いライオンさんに怒られてしまいます。そしてお肉揚げ終わりましたらハサミエタバコの上でお願いします。そうすると他のお客さんの方でゆっくり向かっていきます。コンビも狙ってきていますのでご注意ください。オスのたてがみは身を守る鎧の役目にもなっています。こちらのたてがみで首の周りを守っていきます。
助手席側の方にもライオンさん今飼育員さんが出てきてくれました。今運転席側の方に体が一番大きいゾウさんがいますね。これが群れのリーダーになります。そしてリーダーの左側にいる少し牙が生えてあるゾウさんが若いメスになります。そして今リーダーの右側にいるのがこちらおばあちゃんになります。今ゾウ席側の方に子供のゾウさんが来ています。その5月26日生まれ4歳の男の子に、Mama Ten, akala ko ba na iwan ka sa Pinas? Ikaw sumasideline ka pala dito, ha? Ay, nako. All the eyes on me, all the eyes are out of me, all the eyes on me.